はい、DVD のレンズクリーナーの話 DVD のレンズクリーナーの話えー、パソコンとかで DVD を見たいとき映画の DVD ってを見たいときにトレイを開けて DVD セットしてでトレイ閉めて再生するとですねその再生できるんですけどもあの古いパソコンの場合はですねあんまり再生できるソフトと再生できないソフトがあるっていうね えー、トランスフォーマーは再生できるんだけども、えー、ジュラシック・パークは再生できないとか。なんかそういうムラがあってですね、あれみたいな感じで、ね、せっかく楽しみに買ってきた DVD があー再生できないと。で、これ DVD 側の問題というよりは、この、トレイの、ね、再生機の方の問題なんですね。DVD の表面は、全く傷もなくて、綺麗なもんだから。うん。 だから、えー、DVD の個性というよりはあトレイの問題だと、えー、そう理解してですねじゃあ何がダメなんだっていうと DVD のお再生するのレンズがあるんですねレンズまあ光を発射してその帰ってきた光をお信号として読んでそれで映像をね作り出すみたいなそういうシステムなんで DVD のトレンドちっちゃいですね、あの、ほくろぐらいの、えー、でかめのほくろぐらいの丸っぽいですね、レンズがあるわけです。そこを汚れてると、うまくこう、光を読み込めないで、えー、つまり、タイプによっては読めない DVD D も出てきてしまうというね、そういうことらしいんです、どうもね。で、その知識は昔から知っていて、あの、レンズクリーナーとかをね、よく使ってたんですね。うん、これは CD の時から一緒。 CD のラジカセとかね、使ったときから一緒。古くなってくると、レンズクリーナーを使わないと、定期的に使わないとダメになるっていうね。で、今持ってる古いパソコンもですね、映画とかよく見てたんだけども、なんか最近、最近その、再生する割合が落ちてると。うん。トランスフォーマーは再生できても、ジュラシック・パークはあんまり再生できないっていうね。で、その日比率が上がってきてて、 昔は再生できてたのは音楽 DVD もうライブ DVD もね。だから最近は全然再生してくれないっていう。見たい時は見れないっていう、そういう状況が起きてて、じゃあ DVD レンズクリーナー買うかと思って行くんだけど、結構高いわけですよ。で、効果もよくわからないと。ね。本当は違う原因かもしれないと。安いのないかなみたいな探しをまくるんだけども、ちょっとないっていうね。で、何も買えずに家まで帰ってきてしまいまして。 でも DVD 見たいっていう。それでね、トランスフォーマーの2、リベンジってやつね、トランスフォーマーのリベンジっていう DVD を買ってきて置いてるんですね、家に。中古品でね。で、トランスフォーマーの1がね、すごい面白かったから、映像的にも面白いし、その、お話もね、ストーリーも面白いんで、それも買ってよかったんで、2もね、リベンジっていうのも買ってきたんですね。 これ絶対面白いだろうと思って。で、見たいんだけど見れないっていう状況で。で、レンズクリーナーはまだ変えていないっていう状況で。で、だんだんだんこう、そういうのが続いていくと、もう今日見なきゃ死ぬみたいな。そういうことになってきて、じゃあ、家庭であるレンズクリーナーの代用品ないかみたいな感じで。当然、ブロワーとかね、綿棒とかでレンズをこう磨いたりするんですよ。でも、綿棒もあんまり力入れすぎるとも壊しちゃうし、ブロワーもね、シュッシュッてやるんですね。 ブロワーも限界があるから要するにこれはあのレンズのところに油汚れみたいな簡単に取れないのがこびりついていて光が読み込めるようになってると思われますねなんか D D レンズ DVD を出し入れするとき思わずちょっと小指が触れたとかねで手の油がついたとかそういうこともあると思うんで綿棒で拭いたぐらいじゃ取れないわけですよ何かこう 湿ったものでね、拭かないと。油が溶けるようなもので拭かないといけないわけですね。でなんかないかな、ないかな、みたいな感じで。で、一つはね、消毒用の消毒液。うん、怪我した時に塗る消毒液ってありますよね。過酸化水素水ですかね、あれはね。あれ使おうかなと思うんだけど、うん、なんか、それで壊れちゃったら嫌だなと。これ最後の手段だなと。 じゃあもうちょっとソフトなものないかなって探すとですね。えー、アルコールの除菌のジェル。手を洗うときのアルコールの除菌ジェルってありますね。手が洗えないときにそれをちょこっとつけて、シャシャってこう手を擦るとですね、除菌できるっていう。アルコール除菌ジェルでいくかと思うんだけど、ジェルですかジェル。これ、揮発性のものだから、あの、アルコール飛ぶんだけど、手なんかもね、スベスベになるんだけど、 ジェルをね、レンズに塗るってのはどうなんだろうと。そのジェルが、いつまでも残ってより悪くなるわけだから。しかもジェルベタベタしてるから、ホコリとかをね、つけちゃう可能性もあるし。で、ジェルをね、DVD レンズクリーナーに塗ってるなんてことは話は聞いたことないし。それまで検索してきたこともね、ジェルはなかったからね。これダメだろうと。いうこと、最終的に私が取った手段はね、 あのお手拭き、お手拭き、これが本当にいいのか悪いのか分からないし、レンズにとってね、いいのか悪いのか分からないし、えー、自己責任でやってほしいんですけどね、やる人はね、私の場合どうしてもトランスフォーマー2、リベンジがね、見たって見たってしょうがなくて、それでもう苦肉の策でやっただけだから、乗るか反るかでやったわけだからね。 だから、まあ、その辺はご容赦いただきたいんですけども、えー、よくお弁当とかを食べる時に、高級なお弁当の場合は、お手拭きついてますよね。えー、なんか密封されて開けると、ひんやりするお手拭き。あれ多分アルコールが、薄いアルコールかなんかを湿らせてあると思うんだけどね。それをね、キープしてありまして。私ね。で、 それでパソコンの画面とか汚れてきたら拭くわけ。もちろん手もね、拭きたいんだけど、手を洗えばいいから。わざわざそれやる必要ないから。だから、それを取っといて、パソコンのね、あの、まあスマホでもそうですよ。スマホのモニターの部分とか、パソコンのモニター、あるいはパソコンのキーボードの部分とかをね、パーって拭くと結構し,あのしっかり取れるというね。だからそれをね、毎回お弁当を買うたびに、使わないで取ってるんですね。 うん、それをね、一個は残ってたんで、それを使いました。まあ、封を開けて、アルコールかなんか湿らせてある、えー、紙のね、ティッシュみたいな出てきますよね。それでね、優しく優しく、ほんとふんわりふんわりね、何度もレンズのとこをこうふわふわさせるという、それだけ。で、ちょっと乾かして、ちょっとレントレー開けっぱなしで乾かして、それでやってみたらね、再生できました。 トランスフォーマーの2、2作目、リベンジね。再生できます。それまで買ってきたから何度もね、トレイ入れて再生しようと思うんだけど、読み込まなかったですね。トランスフォーマーの1はね、簡単に読み込んでくれたんだけど、リベンジがね、なかなかこれがね、大変で、一回も読みまともに読み込まないっていう。これね、何かっていうと、トレイに DVD 入れると、今こういう DVD が入ってますよって表示がね、変わるんだけど、それすらない。 DVD D だと認識してくれないわけ。うん。で、まず DVD D であるとことを認識して、トランスフォーマーのね、題面も出て、それで動画再生ソフトみたいなのかけたら、一応ね、あの、見れました。今半分ぐらいね、見ましたけども。えー、まあだから、あの、DVD レンズクリーナーの代わりにお弁当のお手拭き。 を使ったというねもちろんこれは自己責任であってそれがね、えー、レンズにいいのか悪いのか判断できないしただ私の場合は「トランスフォーマーリベンジ」を見れることを見ることができるようになりましたよというねただその感動をお伝えしたかっただけですね。